はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。今回は、ちょっと考察ネタというか、ただいま、放送中のゼロワンスキンを使って、ちょっと、仮面ライダーのお話でございます。仮面ライダーとちょっとポケモンのお話でございます。僕は、思ったことを言いますが、仮面ライダー、ウィザードの、曲の中に、月と太陽という部分が書いてあります。ウィザードの曲出てくるんですけど、もしかしてポケモンのサン&ムーンを予言してたんじゃないかなと僕は思ってます。なんでそう思ったかっていうと、なぜそう思ったかっていうと、それ、サンムーンって月だったよねって。もしかしてそっから来たのかなーって一瞬思って、ちょっと今回動画上げてみました。ということで、工作的な動画を、上げさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。